クーニンズ新メンバー浦野の牽制がうますぎました。どうもクーニンです。本日はですね、自粛明け一発目の練習試合です。試合前、怪我をしないように多めにアジリティメニューを取り入れました。とにかく久しぶりの試合なので怪我だけしないように入念にアップをしました。試合中の急なストップからのダッシュ、そういった動きにも体が耐えられるようにしっかりと準備しました。こういったアップメニューはプロ野球のキャンプなどでも行われておりますのでおすすめですよ。カズローのテンションが高かったです。通常、はい、落ちてやばい。牽制2本牽制やっけ。落ちたあれか、あれ狂っちゃう。やる、いきます。あ、じゃあ落ち一周やって終わりで死んでるだろ。よし、あ、盗まれた。いいね。来た。しかし、ピッチャーが浦野に変わった途端、全員牽制にかかりました。まあ、足の上げ方を何パターンか持ってて、で、まあ、それを使いこなすっていうのが一番なんですけど、まあ、その中でも一番意識してるのは、この軸足をいかに上げて、ピッチャーの方を向けるように、ファーストに投げるかっていうのを一番意識して、牽制をやってますね。
完全にバックする。以上、浦野の牽制でした。皆さんは引っかからずにスタートできましたでしょうか。この牽制でボークを取られたことがないそうですので、厄介です。最後に、クーニンズメンバーによる牽制のコツをご紹介します。中瀬さん、どういうタイプですか？僕は、まあシンプルに2段階、2段階、2種類の牽制を使っていて、はいはい、まあ、あまり上手くなさそうな、簡単に言うと、うん、牽制をして、うん、ランナーのリードを半歩なり重心を少し二塁ベース側に傾けさせるようなまあ牽制を、うん、巻き絵のような牽制を回します、はい、ぎこちなさを出すっていうちょっと難しいんですけど、はいはいはい、今平場でやるというか、うん、ところでそのインプットが完了した後はどういうような牽制をされますか？左足を特にこう意識してみてほしいんですけど、まあ牽制に入るとランナーって大体ピッチャーの足をこう足を上げる瞬間をまあ見ると思うんですけど、ピクッとこう上げてから引くとランナーの重心が右側に傾くので、ちょっと一ついいですか、はい、そボークじゃないんですか？ダックスの先輩に教わった先生ですね。流れでこれ極端ですね。極端今ボークですね、はい、今ボークっぽいですね。今のボークっぽいんですけど、それをナチュラルにやることを考えています。だからこれだと早くて逆に分かりづらいと。分かりでもランナーは分かっちゃうってやつですね。ランナー分かるんで、ランナーの重心がリードが狭くても重心がこう右側によるので、うん、二塁ベース側によるので戻れないっていうことも狙って、うん、なるほどですね、はい、で社会人はこういう牽制を結構やってるってことですね。教えてもらってるってことは、まあ、やってるんですかね。先輩に聞いたので、はい、やってるんじゃないですかね。これぐらい細かいことも。なるほどですね。まあでも審判がコールしなければ基本的に動きじゃない、まあ、そういうことですね、はい。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。